またご覧になってください。はい、次お願いします。親愛なる小児長者の主婦たち、全世界の皆さん、こんにちは。ウィールと申します。今日お話ししたいのは2022年ナリ即席春の巻の1月16日から1月24日までの内容です。テーマは仏法を学び、善を啓発しましょうという内容です。ご存知のように今年は特別な法会が行われ、そのため世界中の辻人が、集中的に練習しています。今年1月16日若手企画チームが彼に訪れ、共同劇に参加した、経験を証言法師と分かち合いました。その場にいた若者たちの話を聞いた証言法師は、自分も若い頃に父親の死をきっかけに仏法に触れ、経典から人生は一瞬にして無常であることを悟ったと振り返りました。そして若者たちに元共同劇の内容を深め、仏法の真理を心に刻むようにと呼びかけました。忙しい若者たちはどのようにして仏法の大きな知恵を学ぶでしょうか。その映像をご覧ください。仏典にあまり馴染みのない若者たちが積極的にオンライン勉強会を開き、一緒に法華経を勉強したようです。勉強会と共同劇を通じて多くの若者たちが集い、そこで新たな花火を散らし続けているのです。仏法は説明書のようなもので自分の歩むべき道を示してくださるのです。その中で自分が仏法の勉強不足だと思って、一時期で勉強会に通ったり、小児の開示を聞いたりして、2500年前のお釈迦様とのつながりが、できるように大変だけど幸せを感じているんです。高尾、企画チームの野春ボランティアは、今年の3月から4月にかけて募集し始めた頃、あるクールな若者が来てくれました。口数は少ないのですが、とても熱心で、わからないことがあれば質問をしてくれました。お会いして初めて彼にも感動的なエピソードがあることを知りました。それではその映像をご覧ください。ネット上で何百人もの人と体験を分かち合っていた陳さんは、実に大変な少年時代を過ごしました。当時無知だった私は、反抗するため親と喧嘩して誤って祖母を傷つけてしまったのです。色褪せの写真に写されているのは、幼少期から祖母に育てられた陳さんです。彼は両親の愛情に恵まれず、反抗的な少年時代を過ごしていました。祖母が亡くなって初めて自分を取り戻したのです。そして共同劇に参加しました。最初は全く理解できなかったのですが、その後だんだん経典に興味を持つようになりました。おばあちゃんの懺悔の経典では、人生のいろいろなことに気づき、悔い改めました。ボランティアは、陳さんの手の姿勢がベテランボランティアに指摘されたメールが来た時に、私はこの方は誤りを犯して立ち直った青年ですよと言ったら、ベテランボランティアは、素晴らしい、ちゃんと彼を寄り添ってくださいねって言われました。周囲が誰も認めてくれないので辛かったのですが、祖母の精神が私を強くしてくれました。だから練習の時にどんなに辛くても、頑張ってやり通しました。私は今、祖母の恩に報いるためにタバコ、酒、悪態、肉食をやめてベジタリアンとなり、お経を写経して、あらゆる善行を積み、あらゆる施しをしています。祖母を失った悲しみは、善を行うための動機に変わりました。彼の話によって多くの若者が励まされ、親孝行と善行を実践するようになりました。近年の共同劇の若手ボランティアに加え、1974年から若者が辻に携わっています。
彼らは、カレン師範学校明道会の学生たちで、当時教科青年と呼ばれ、証言奉仕と一緒に貧困層への慈善訪問に同行するようになったのです。1989年、辻ボランティアの長さんが聖華大学に、大学院に入学して、そしてキャンパスで青年部の食事会や勉強会を催すようになりました。そのため多くの学生が、証言奉仕少女を訪ねるようになりました。証言奉仕も聖華大学を訪れ、講義を行い、学生たちと話をすることもあるそうです。辻の青年部が正式に設立されたのは1992年のことです。1993年に少女の師父たちの指導の下で、青空のような心持ち、白雲のような行動をするようにと期待されているので、辻の青年服が作られたんです。証言奉仕は、若い人たちに何を期待されているのでしょうか。映像をご覧ください。若者たちを見ると心が慰められます。それはこの世の中は全てを受け継がれていかなければならないからです。皆さん、未来の世界は君たちのものであり、未来の使命は君たちにかかっています。そして皆さんには自分の命の価値を深く理解してほしいと願っています。また自分を知り、自分に期待して全ての主女に責任を持たなければなりません。私はいつも辻寺に、命の価値は指針ではなく自分のためではないと伝えています。自分のため、自分の利益のための人生はちっとも価値はありません。何に価値ある人生とは、心を開き、大地を包み込み、地球のすべての命があなたたちの愛によって成長できるような人生こそ最も価値のある人生です。皆さんの善意と努力によって人々の心が浄化されますように。証言奉仕は年配の方たちの面倒をよく見て、そして若者たちを寄り添いましょう。善のエネルギーは伝承していくことによって続けられます。証言奉仕は若者たちだけに期待するではなく、さらに皆さんにも自らの人生の価値を認識するようにと励ましました。最後に皆さんと一緒にこの法話を読みましょう。堅実で充実した命の価値。人生において心の友を見つけることは非常に難しいことです。証言奉仕の心の声を知ることができるのは、知るだけではなく、仏法を心に刻み、さらに自ら実践して人々のために地域社会に捧げることができるように、そしてしっかり足元を固め、心の扉を開けば価値のある人生になるでしょう。本日はご清聴どうもありがとうございました。はい、お願いします。给余如热烈的掌声，谢谢。好 ，OK， 所以你真的不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会很厉害。刚才那个微言的故事也是让我们非常的感动，哈。